会分業自常委員会を開催いたします。本日の委員会はお手元に配布いたしております会議日程により進めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。それでは日程第1、議案第55号を依頼といたします。当局の説明を求めます。都市川部長。ただいま議題となりました日程第1、議案第55号、宇治市家庭教育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定するについてをご説明申し上げます。本件は建築基準法施行令第123条第3項に規定されております特別非常階段に係る規制が合理化されたため、同項を引用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されたため、本条例第28条及び第43号3条における設備の基準についての改正を行うのでございます。よろしくご審査いただきましてご協力賜りますようお願い申し上げます。なお詳細につきましては保育支援課長よりご説明申し上げます。堀道課長。それでは議案第55号の詳細につきまして新旧対象表現によりご説明を申し上げます。まず今回の建築基準法施行令の改正による特別非常階段に係る規制の合理化の内容でございますが、一般的に高層ビルにおいては屋内と階段室との間にはバルコニーまたは不室の設置が義務付けられておりますが、その不室について規制が合理されたものでございます。新旧対象表の5ページをお願いいたします。条例第28条、小規模保育事業を行う事業所の設備の基準におきまして、第7号 E で、4階以上の階で小規模保育事業を実施する場合、6ページにございますように、現行では、屋内と階段室とはバルコニーまたは外気に向かって開くことのできる窓もしくは排煙設備を有する不室を通じて連絡することとしておりました部分を、改正案では屋内と階段室とはバルコニーまたは不室を通じて連絡することとし、階段室または不室の構造が通常の火災時に生じる煙が不室を通じて階段室に流入することを有効に防止できるものであることという内容に改めようとするものでございます。次に新旧対処表の7ページでございますが、条例第43条、事業所内保育事業を行う事業所の設備の基準におきましても8ページにございますように同内容の改正を行うこととしております。なお本条例の施行日につきましては本市において該当する施設がないことから不足におきまして交付の日から施行することとしております。以上簡単ではございますが宇治市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定するについてのご説明とさせていただきます。よろしくお願いします。及び質疑を行います。山崎委員。まずもう一度確認なんですけども、先ほど部長の方からですね、建築基準法の施行令が変わったというようなことがあったと思うんですけども、これは今回、変わったんですかね、この施行令123条ですかね。小山社長。はい。建築基準法の施行令につきましては、今年度です、すみません、28年にですね、買っておりまして、この6月1日から施行ということになっております。山崎委員。はい、わかりました。そしたらこれね、今ご説明を、部長課長からいただいたんですけども、この改正で、聞いた中身ではどう変わるかっていうのは、説明いただいてなんとなくわかるんですけども、具体的にじゃあ何がどう変わるんだっていうのははっきりわからないです。で、例えばね、こういう放送会の話ですかね、だから図面とかそういうのをつけていただいてね、こういうものがこう変わってこれがこうなったんだというようなことが、ね、ないとなかなかこの文字面だけではわからないんですが、そのあたりちょっと具体的に説明していただいてもよろしいですか。上道課長。はい、今回の改正でこれまでですね、屋内と階段室の間にですね、
不出をですね、まあ、設けるというふうな規定があったわけですけども、その際にですね、あの外気に向かって、開くことのできる窓もしくは、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる、有効に排煙できる設備ですね、これがつけることが必要というふうになっておりまして、屋内と階段室はその不出を通じて連絡するというふうな規定でございました。で今回の建築基準法施行令の改正に伴いまして、屋内と階段室とはですね、バルコニーまたは不出を通じて連絡するというところは変わらないんですけれども、規制の合理化に伴いまして階段室にそういった排煙する構造のものを設けても良いというふうな改正がございまして、今回の条例の方にも反映させているというところでございます。山崎、そしたらあの今現状ある建物で、今言われたように、ね、階段室に、排煙設備を設けてもいいというようなことがあると思うんですけどね、これ6月1日にあの改正になったというようなこと、施行になったということですかね、階段室に排煙設備があるというのは通常今あるんですかね、そういうものっていうのは。上道課長。はい、あのまあ、現在のところですね、あの国土交通大臣が定める構造というのがですね、まだ階段室については示されていないところですので、実際今のところは存在しないというふうには思っておりますけれども、今後の技術の進歩とかですね、そういったあの有効に反映できる設備があの階段室にもつけられるというふうなことが想定されているというふうな形というふうに考えております。山田議員、じゃあ今後、付けられていく、新しく建築されたものについてとか、まあ若干手を入れて付けられていくというようなことで考えられているということは、今現状ではこれないんですね。それで間違いないんですよね。中国橋で書いてその辺の説明をちょっとしてた。上道さん。はい、はい、まあ、建築基準法の中で特別避難階段というのが、15階建て以上の建物もしくは地下3階以下の構造の建物にはこれ必置ということで義務付けられております。でこれまで の建築基準法の施行令の規定でいきますと、そういった階段室に排煙の構造があるというのは認められていなかったわけですので、現在のところそういった建物というのはないというふうに考えておりますけれども、今後そういったものが出てくる可能性があるというふうなことでございます。山崎議員、そしたらこれね、新しくなるということ、合理化ってさっきおっしゃったんですけど、これ条件が良くなるんですか悪くなるんですか。上道課長、規制の緩和といいますか、今までその階段室にそういった排煙の構造というのが認められてなかったんですけども、今後はそういったものが認められていくということで、建築する側からすれば一定まあ有利な条件になってくるのかなというふうには考えております。山崎、緩い条件ということはですね、これ例えば先ほど言われてる、ずっと言われてるんですけどね、階段室というのは大体階段を使うっていうのは高層階の建物でエレベーターが設置されてると思うんですけどね、階段を使うっていうことはなんか緊急時に避難したりとかいうことになってくると思うんですけど、これ規制緩和したらどうなんですかね、あんまり良くないような気はするんですけど、その辺のお考えはどうなんでしょう。上道課長。はい、当然議員ご指摘のとおりに避難階段ということですので、火災時にですねその階段を使って、屋外に退避するという目的で使用されるものということでございます。でおっしゃられてますように、階段室にそういった排煙設備を今後設けていくということになるわけですけども、その規定が適用されるんですけども、これについて国土交通大臣が定める基準を満たしているものか、もしくは国土交通大臣が認めるものということになっておりますので、その段階で厳しい審査が入るものというふうに考えております。山崎、はい、今後はそうなってくるというようなことなんですけどね、現状じゃあこういう建物について、は今きっちりとした物質とかに排煙設備があるというようなことで、それが今後それじゃなくても良いというようなことになってね、そういうところに今回言っておられるように家庭的保育事業だとか小規模保育事業だとかですね、いうことが置かれていくっていうようなことになると、これは命の問題とかこの避難の危険性とかいう問題ではどういうふうにお考えなんですか。上道課長。はい、はい、当然ですね、先ほど申し上げましたように規制が緩和されるということになるんですけれども、そういった設備の基準ですね、階段室に設ける排煙の
設備につきましては国土交通大臣が定めた放送方法もしくは国土交通大臣の認定を受ける必要がありますのでそういったところで安全性が担保されたものが今後認められていくものというふうに考えておりますので安全性については今までと変わらない水準で担保されるものというふうには考えております。山田議員、法的にというところとね国土交通省が定めたというようなところでね担保されるというようなことをおっしゃるんですけど市としてその今おっしゃられたようなことで担保されるというのは市としてもそのまま、そうお考えなんですかね。上道課長、はい、今回 の、 建築基準法制高齢の改正に伴いまして国土交通省の省令の方も変更になっておりまして全国的にですね同様の内容の改正がなされるものというふうに考えております。で我々といたしましてもそのですね、条例に基づいた改正を行うということで今回提案させていただいているんですけれども当然委員おっしゃられますように安全性につきましてはですね国の方でやっぱりしっかりと担保していただくというふうな考え方のもとで今回の改正内容をですね提案させていただいておりますのでご理解賜りたいと思います。山崎、はい、一定その提案の趣旨は今のご説明で一定は分かりましたけどねそしたらちょっと別のことをお聞きしたいんですけども家庭的保育事業の配置基準ですね子ども、幼児、いろいろ家庭的は乳児ですけども何人に対して今何人ということで国の基準もあると思うんですけど宇治市の基準としては家庭的と小規模と今何人対何人でやられてるんですかね。上道課長はい小規模保育事業につきましては、A 型、それから B 型につきましては、0歳児が、おおむね3対1ですね。子ども3人に対して保育士1人という基準になっております。で、1、2歳児につきましては、おおむね6対1、子ども6に対して保育士1人という基準になっております。それから家庭的保育事業につきましては、0から2歳児につきまして3対1。ですね、子ども3人に対して福祉1人という基準になっているところでございます。それからあとですね家庭的保育事業におきましては、家庭的保育者も合わせてですね配置するという基準になっております。山崎議員、はい、分かりましたけどね今なぜこれをお聞きしたかというと先ほども、議論の中で言ってたんですけども避難をするときには階段を使うということが、当然出てくるわけですよね。で、5、6歳の、ね、幼児とかであれば3対1の基準とか先ほど言われた6対1の基準とかいうことで連れて行けんことはないかなと僕は自分自身では思う。自分の子育て、子供を持ってた経験からね。ただ0歳の子をね、例えば3人預かってて、そこに配置が1人の保育士でやっていて、どうやって階段使って、まずできるのかなっていうところは、ものすごく不安に感じます。で、そのことについての市としてのお考えをちょっとお聞かせいただきたいなと思います。星川部長。これまでなんですね、やはり技術としては子どもの命といいますか、保育の質の確保というのが非常に大きな課題というふうに認識しておりますので、これまでもそうですし、今後もですね、やっぱりそういう命に関わる問題、または保育の質の問題、それは技術としても十分求めていきたいというふうに考えております。山田君、はい、十分に求めていきたいということで、努力していただいているのは重々分かっています。ただね、今私がお聞きをしたのは、例えば職員の皆さんも当局の皆さんもお子さんもおられる方もいらっしゃると思うんですけども、0歳児のお子さんがね、例えば3人預かっているというような時に、その0歳児のお子さん3人抱っこするのか、おんぶするのか、何か、それともね、ベビーカーのようなものに乗せていくのかわからないですけど、緊急時に何かあった時に、本当に階段を使ってですね、エレベーター等も使わずに、これ避難ができるのかなということが気になるんですけども、そのことをお聞きをしたんですけどね、命を守るということと、保育の質を確保するというのは当然、やっていかなければいけないことだと思いますし、これまでも努力をしていただいていると思います。特に
小規模と僕はね A 型ということでね保育士を配置ってするということで努力して頑張っていただいてるのは分かるんですけどね、その命のこと命の問題で緊急時の問題に対してね実際のところで現場でそれができるのかどうかということに対してのお考えをお聞きしたいんです。上道課長、はい、まあ当然ですね、事業者においてそういったですね火災時に備えて避難訓練でありますとか、ねまあ、消火訓練ですね、そういった、まあ、訓練も常日頃されているところでございますので、まあ、一定そういったところでの訓練でのですね習熟によって避難、緊急時に対応できるという対策を整えていただいているというふうに考えております。山崎、今課長からね体制を、まあ避難訓練等でっていうのはそれはどこの施設でも避難訓練をされてますわ。私も子ども保育所に行ってた時はね避難訓練してたんでそのこともよく分かってます。ただまあ実際にそういうふうに考えてるっていうことでおっしゃったんですけど、じゃあこの避難にあたってねこういう例えばまあ改正があると、まあ、こういう施設のちょっと規制緩和があるけれども実際避難するときに今言ったみたいにね今回対象になるようなね家庭的とか小規模で3対1の配置とか6対1の配置の時に実際に現場の方とかにね施設で避難する時どうなんですかねとかいうことで聞き取り等は行われたんですかね。上道課長、現在のところはそういった聞き取り等は行っていないところですけれども、まあ、今後ですね、また指導監査等の機会を通じてですね、そういったお話もさせていただきたいなというふうに思っております。でまた今回の改正につきましては、先ほど新規対象表でご説明申し上げましたけれども、4回以上の設置分については対象ということになってまいりまして、小規模保育事業ですね、現在宇治市で2カ所実施しておりますけれども、いずれも4回以下ですね、2回とか1回でやってるところですので、まあ、そういった部分の影響というのは少ないのかなというふうには考えております。山崎、はい、まず一つね聞き取りをしてないということで実際に現場でそういう場合になった時にどうするのかとかその避難訓練等を実施してるということは知っていますとおっしゃってるんですけどね、じゃあ避難訓練で何が大変なのだとか何を重視しないといけないのかとかいうことを、まあ、聞いておいていただかないとやっぱりねこういう行政上の変更にあったときでもやっぱり影響を受けるのは現場ですから、そこはまず一つ押さえていただきたいなと思います。でね今おっしゃったことで少し気になったんですが、今回は4回以上のものに適用されると、それは私も見させていただいたんで分かっていますけども、じゃあねこれ改正を、まあ、してこの基準を今後、条例制定してやっていくとしたときにね、じゃあ今後今はないけれども4階以上の建物ができてきてこの緩い規制によってね事故等になっていくっていうようなことにならないかどうかという面もあると思うんですよ。例えば宇治市では今ないと、まあ、1階2階最、まあ、一番高いところでも3階までの保育園ぐらいしかないというようなとこかもしれないですけどね、今後家庭的とか小規模を、まあ、より小さい規模でやってますからマンションの一室でやるというのも想定されますよね当然。そしたらまあ今後4階以上のところにどんどんできていくということもならないかもなるかもわからないならないかもわからないですけど、その場合にねこの規制を緩くしたもので果たして安全性が担保されるのか確保できるのかということが、心配なんです。でやっぱりペーパー上の改正でね規制を緩くするということが果たして現場にとってどうなのかということをもう一度考えていただきたいなと思います。でもう一度お聞きしたいんですけども、これは本当に現場のことを分かっていないとか聞かれていないということで本当に安全性が担保されるということで考えておられるんですかね。吉川部長、今回のですね、建築情報自体の施工令の改正自体はやはり、まあ、当然その法改正の段階においてもですねこれまでと同等 の、 まあ、安全が確保できるということが当然前提となっておると我々は考えているところでございますので、国土交通大臣がですね許可をする場合もそういうことが担保されるということが我々としては前提として考えていきたいというふうに思っております。また今ご指摘いただいてます、まあ、避難訓練等、まあ、当然我々も現状を把握した上で今後の料理のですね有事の安全確保ということも当然考えていきたいというふうに考えております。山崎、はい、法改正で、まあ、当然国が考えているから安全性が担保できるというのが前提だということでおっしゃるんですけどね、今その場合にね部長、宇治市は努力をしてね保育の
聞くと、まあ、命を守るということを努力して、まあ、やってきたということをおっしゃるんでね、やっぱりあの国の改正があったとしてもまず宇治市としてやっぱどう考えるのかということと、先ほど私言いましたけども現場の体制とかね、そういったものがどうなのかというようなことも勘案してね、やっぱり考えていただくということは必要なのかなと思います。あの何でも法律が変わってとか、あの省令が変わってというようなことでね、やってくださいって言うときたから、それをそのまま安易に受けるっていうのはどうなのかなということもまず思います。で、あの特にね、さっきも言いましたけど、認可保育園とか保育所とかね、あの規模がある程度大きいところは、まあそんなね、4階建て以上とか5階建て以上というようなことはないと思うんですよ。わからないですけどね、今後どうなるかわからないです。ただこういった小規模とか家庭的っていうのはもうそういうことも想定しての法改正じゃないですか。だったらこれはもう少し考えていかないといけないんじゃないかと思います。マンションの一室とかそういったことでできるようなねことに対してね、安全性とか命の面に対して少し規制を緩和するっていうようなことで本当にいいのかどうかっていうのをまた改めて考えていただきたいと思います。以上です。はい、他にありませんか。はい、宮本委員、この条例改正ですけども、先ほどね、建築基準法の施行令と省令の改正に伴うものだというお話がありましたね。で、あらためてね、これあの保育所などについては、あの児童福祉施設の設置、設置設置基準ありますね。で、その場合の、児童福祉施設、いわゆる保育所なども、この、政令や省令の改正に伴って基準が変わっているんですか。上道課長。はい、あの委員おっしゃいました通り改正になっているところでございます。なるほど、委員、この今ね、あの話があったんですけども、要するにあの高層建物ですよね、まあ、その4階以上ですから、まあ、そういう一室を使って、小規模保育事業をやろうとする場合にですね、あの、まあ、今度の規制緩和、まあ、あの課長の話で言えば、あの設置っていうんですか、実施にあたってあの、まあ、やりやすくなったと、あの規制が緩和されたわけで、規制緩和でしょ、これは要するにね、なったわけで、言うておられるわけですけどね、あの実際問題として今までしたら、あの保育士と改善した間に保育士とつけなあかんというようなことの規制もあったわけですから、そこにあの排煙装置もつけなあかんということもあったわけですから、あの普通のビルの一室、中を保育室にして、ドア開けて、廊下出て、階段を下りるということは、ちょっと困難だったでしょ、この設置上、この基準から言えば。まあ、今度はそういうのがないわけですから、保育所、保育室を作れば、ドア開けて出たら階段があれば、階段に排煙装置をつけとったら、もうそれで考えという、そういうことになるんではないんですか、そういう理解でいいですか。あのまあ、今回の改正によりましても、あの屋内と階段室はあのバルコニーまたは不室を通じて連絡することということになっておりまして、あの不室というのは基本的には設置しなければならないものでございます。でただその排煙する設備が今まで不室にしか認められていなかったものが階段室でもかということになったということで、あの階段室にそういった設備があれば不室にはその排煙設備は必要なくなるということになりますけれども、あの不室の存在自体はあの引き続きあの必要なものということでございます。宮本委員、で今まではその不室に排煙装置をつけなければならないということは、なぜそういうことになってたんですか。上道課長。はい、まあ、あの想定されるのがやはり火災時ですね、あの避難するために、まあ、通る場所というところで、一時的にその不室にですね、あの避難してあのしばらくあの状況を、まあ、待てるというふうなあの目的でですね、そういったスペースの設置が求められていたというところでございます。宮本委員、だから先ほどあの山崎委員の質疑もありましたけどね、あの小さい子どもさん、まあ、今の配置基準があるわけですから、小さい子どもさんをあの保育者がね、連れて避難しな、緊急時避難しなければならないと、まあ、そういう時にね、一時、今課長のお話ししたら、避難する、退避する場所だと。でそこがね、今までは排煙設備があったから、まあ、少し、時間猶予があったわけですけども、今度はそれなかったもいいんでしょ。でそういうことになればね、やっぱり子どもの安全性から言えばね、少し
交代をするんではないんですか。そういう認識はないんですか。これ道課長、はい、まあ、当然ですね、火災が発生した場合にその火災によって煙が、まあ、出てくるということで、それが屋内に充満する、もしくは階段室の方に流れていくというケースが考えられると思います。でその際に避難した場合にですね、やはりどこかで煙がを逃がすということが必要になってきまして、避難する際に煙を吸い込まないということを目的にですね、これまでこういった規制が設けられてきたわけでございまして、まあ、当然ですね、階段室に煙が充満しないという目的で階段室の方にそういった排煙設備を設けるという規制ができたというふうに考えております。で、まあ、煙がですね、どこかの場所から出るということについてはですね、やはり十分に担保された内容でですね、今後も運用されていくものというふうには考えております。宮本君、それはね、会社の裁判の方、いろいろ言うけども、裁判の方は全然理解しない、できないんですけどね、保育室というのはそういうことがあって、保育室ともちろん一時避難退避する場所についてもね、もうそういう安全性が担保できるようにせなあかんということで、今やってきたわけでしょ。でこれもともとね、今年 の, 3月でしたか、あれがありましたよね、保育所について、保育所に落ちたのは誰、私だというようなことがあって、大きな社会問題に、まあ、政治問題もありましたよね。でそうした中で厚労省なんかも、緊急対策としていろいろせなあかんと、もう本来もね、保育所をたくさん作るだとか、あるいは保育士のね、処遇改善をしていくとかじゃなくて、今いろんなところの規制緩和をしていこうということで、打ち出したその一環でしょ。だから先ほど、課長が言われたように、こういう基準規制緩和をすることによってね、高層ビルの中でも作りやすくできるということが目的としてやられたんじゃないんですか。そうでしょ。先ほどの話がすれば、これ3月に厚労省が緊急対策出しましたよね。その中で急遽出てきた話ではないんですか。上口課長、すみません、今回の改正事件はあくまでも建築基準法施行令の改正に伴うものでございまして、その保育要件の緩和とかですね、そういった部分でのに伴っての改正ではないというふうには理解しております。宮本委員、あなた方ね、26年でしたか、26年ですよね、家庭的保育事業等について、医師も、27年間やってきたということで、この条例を作りましたでしょう。でその時の、議論、覚えておられますか。覚えている人は、北尾課長しかいないと思うけどね、その時にね、こういう保育所の待機児がいっぱいあると、いると、でそのためにはやっぱり保育所作っていかなあかん、だけども、なかなかそれができないからね。家庭的保育事業、小規模だとかいろんな形で、そういうのを対応していこうということが、政府出したわけですよ。でところがやっぱりだいぶこの委員会の議論をしましたけども、問題があるという議論がいっぱいあったんですよ。でその中でね、保育所実施にあたっては何も国の基準通りではないんやと、まあ、もう国 の, 順基準は順応はするけどもね、だけではないんだと、宇治市のね、独自基準も定めてやっていくと、そのことはね、なんでやったら、やっぱり、より良い保育の質が担保されるようにやっていきたいということで、何も国の言いなり、基準通りではなかったでしょ、家庭的保育でもそうですよね、配置でも。でところがね、これについてはね、そんだけ子どもさんの安全にかかるようなことをね、やのに、いや、省令が変わった、政令が変わったから言ってね、いとも簡単にね、していると、いや、うちには4回以上の小規模保育事業やってるとかないから大丈夫だと言うてね、簡単に言い張るんやけどね、これができこういうふうになれば、4回でも5回でも6回でも作れるわけですよ、こういうことで。でそれはやっぱりね、あなた方が今回、この間ね、言ってきたこととは相矛盾するんではないですか。
国交大臣が決めるだって、その基準ももう一度よく分からへんと言いながらね、いや、国交大臣が、ちゃんと基準を定めて、承認するんやから大丈夫でしょうというような一言みたいな話をしてはるけどね。で、緊急避難的に今ね、ご自身にね、4階以上の保育所が、小規模児保育所があって、ね、これ改正しなければね、適用外になってしまうということでもないわけですよ。そうでしょ。なんでそんなことを あまり物事を考えずに簡単に国が、変えたからで、条例を変えなければならないんですか。この間のあなた方の考え方とは少し矛盾するんじゃないですか。吉川部長、今回 その建築基準法の施行令の改正はですね、先ほどから説明させていただいている通り、まあ、一定我々としても、まあ、国土交通大臣の認可により、まあ、安全確保できるものというふうなことで、まあ、建設部局ともいろいろ確認してますと、特に問題点というのは、まあ、見えてこなかったということも受けてですね、今回提案させていただいています。ただ、まあ、で現在、まあ、宇治市においては4階以上の、まあ、保育施設はないというふうに確認しておるところでございまして、まあ、今後もし4階以上 のそういうことがですね、まあ、当然保育所建設等の課題が出てきたときには、今の安全確保の問題等、さまざまな当然保護者の送り迎え等の送迎の問題とか、いろんな観点の課題があるかと思いますので、まあ、そういったことをですね、まあ、十分その安全面確保、または保護者の利便性、いろんなさまざまな問題を解決した後に、やはりその保育施設というのはできていくものだと我々も考えておりますので、まあ、基準としては今回こういう形で提案させていただきますが、保育所の、まあ、開設にあたってはですね、さまざまな観点で当然検討しなきゃいけないと、総合的な判断が必要だというふうに考えておりますので、こういう形になりたいと思います。いや、本当に。だから保育所の建設というの対応については総合的な判断が必要だということを、まあ、おっしゃるわけですけどね。まあ、これ政令や省令が変わったということは、まあ、これは建築基準法上の問題ですよね。で、建て替え事業の運営に関する、まあ、省令が改正がされたということですけどね、まあ、これは順用しているわけですから、別にこういう国の省令がね、変わったとしてもね、基準が変わったとしてもね、宇治市は宇治市の独自の考え方を持っていて、もう矛盾しないんじゃないですか。これどうしても変えなければいけないということになるんですか。これ変えへんかったらどうなるんです。で、総合的に考えなきゃですが、もう少し総合的に考えて改正するの、改正したらいいんでね。今3月に国が言ったから直ちに変えますので、変えんと何か矛盾がある何かことはあるんですか。まあ、今回ですね、特に建築基準施行令自体が今回の条例の上位法とかいうことでもございませんので、改正がなくてもですね、我々としていろんな支障が出るとかいうことはないかとは思いますが、逆にですね、変えない理由も見つからないといいますか、やはり一定満たされた条件であればですね、それは基準としては維持としても見直しをしておきたいということは思いますので、ただ先ほど申しましたように、保育所建設等にあたってはそういうことも含めてですね、さまざまな観点でやはり十分な慎重な検討が必要だということはこれまで申していた通りでございますので、よろしくお願いいたします。いや、今もはっきりしたんですけどね、これは別に条例法でも何でもないんで、変えなければならない、矛盾が起こることはないと。で、現にね、4階以上に小規模保育事業をやっている事業所もないわけですからね、既存せっかくになることもないと、ね、いうことでしょ、ね、で、今部長が言うように、子ども安全のためには総合的に慎重に考えなきゃということですから、総合的に慎重に考えてね、政令が変わったもとでね、基準が変わったもとでね、宇治市の小規模保育所についてはね、どういう安全対策が必要なことをよく考えてからね、必要であれば、条例改正したらどうなんですか。今回別に見送ったっていいじゃないですか。もう少しよく考えてからね、
このことによって本当に安全が担保されるのかどうかね、考えてからやったらいいんじゃないですか。あまりあなた方が考えずにはね、いやいや、今4回以上ないから大丈夫だとかね、国交省が基準書いても大丈夫言ってるから、それで担保されてると思うんだよというのは、今まではね、藤井氏はそんなこと言うてんかったんでしょ。自分の頭で考えてたんですよ。そうですよ、国の基準が変わったとしたって、宇治市は宇治として独自にね、やっぱり保育の質を落とさないように頑張っていきたいと出会ってたんじゃないですか。これ2年経ったらもうコロッと変わるんですか。副市長や部長や、課長が変わったからということはないと思いますけどね。それはもう少し真剣に考えていかなあかんじゃないですか。宇野副市長、様々なご指摘をいただいておりますけれども、今回の改正につきましては、いわゆる条例法では確かにはございませんけれども、我々が一定この条例でよりどころにしております建築基準法の改正、先ほどの改正でございますね、がございましたことから一定繰り返し申し上げておりますけれども、ここには国において安全性は、担保されているものということで、そういう理解のもと引用条文等の改正も含めてですね、提案をさせていただいております。確かにこれで、見直しをしなかった場合どうするのか、もしくはその場合のよりどころをどこに持っていくのかという議論はあるかというふうには思っておりますが、今回につきましては繰り返しになりますが、国において安全性が担保されている中でのいわゆる合理化であったというふうに理解をしておりますので、改めてご理解をいただきますのでよろしくお願い申し上げます。宮本委員、概要連が呼びますね。今も言われたようにね、国の政令や省令、基準が変わったのでね、そこできちっとね、安全性も担保されているものだと、いう認識だというふうに、副市長おっしゃるわけですけどね、家庭的保育事業、小規模保育事業を始めるにあたってもね、これ国の基準を示されてるんですよ。だけどね、宇治市はやっぱり保育の質を落としてはならないと、安全性を担保せなあかんということでね、上回る独自のことを考えてきたんじゃないですか。別に、国の基準を上回るような宇治市の家庭的保育事業なんかの配置基準なんか決めんでもいいじゃないですか。そうやったら国はね、今の国の基準でね、保育の質は落ちひんって国は言ってるわけですよ。安全性も担保されてるわけですよ。そうでしょ。でこの間ね、そういう実態の中でね、無認可保育所などではね、もう全国で死亡事故なんかもいっぱい起こってるでしょ。認可保育所でも起こってますよ。でそれはね、やっぱり私は子どもの安全性っていうのは、安全の問題っていうのはね、何においてもね、重視しなければならないもんだと思うんですよ。私は今回のね、提案というのはあまりにもね、宇治市は今まで取ってきたような考え方からすればね、もう少し逸脱をした安易にね、4回以上のもんがないから既存不適格にならないし、やろうかというようなことにしか私はね、説明を聞いてなれんわけですから、一旦ね、これはもうやめて、もう既にきちっと考えて、どうしても基準を変えるべきだったら、こういうふうに変えるということをね、してやるべきではないかというふうに思います。他にありませんか。他に内容ですから、質疑はこれで終了いたします。何に休憩いたします。委員会を再開いたします。次に討論を行います。ご意見のある方はご発言を願います。内容ですから討論はここにて終結いたします。これより議案第55号を採決といたします。本議案は原案の通り可決すべきものとすることに賛成の委員の起立を求めます。起立多数であります。
よって本議案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に日程第2、平成27年度宇治市総合福祉会館の指定管理者事業報告の件を次第でいたします。当局の説明を求めます。沢田副議長。はい。それでは日程第2、平成27年度宇治市総合福祉会館の指定管理者事業報告についてご説明を申し上げます。かなりのページをお見せいただきまして、資料の1ページをお願いします。宇治市総合福祉会館につきましては、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間、宇治市社会福祉協議会を指定管理者に指定しております。それでは括弧1、業務実施状況報告の上段、管理運営の方針と結果をお願いいたします。まず方針でございますが、身体障害者福祉センター、老人福祉センター、福祉センターが一つになった当会館の平等な利用を確保するとともに、宇治市社会福祉協議会の管理運営により活動拠点としてカード機能だけでなく、福祉関係所団体間の連絡調整やボランティアのコーディネート等のソフト機能を通じて、地域住民の自主的な福祉活動支援につなげていくとされております。その結果といたしまして、各種団体や福祉施設が日頃の活動成果を発表する宇治福祉祭りやボランティア活動の一層の啓発を図る場として、第7回宇治ボランティアフェスティバルが開催されたところでございます。次に表の下段でございますが、施設の平等利用の考え方と実施した施策につきましては、利用者への配慮について記載されておりますので、ご覧を置きいただきたいと存じます。続きまして2ページをお開きください。表の一番上、施設管理状況の位置、利用拡大の取り組み結果につきましてはご覧の通りでございます。次に施設管理状況の2、広報実施結果では、ホームページへの会館利用手引きの掲載など継続して広報に取り組まれております。施設管理状況の3、職員配置状況につきましてはご覧おき願います。次に施設管理状況の4、地域関係機関、団体、登録団体等との連携結果では、各種障害者団体なども当事者団体やボランティア活動団体の事業への実施協力により、多くの市民が福祉への関心を寄せるきっかけとなったとされております。また当会館で実施されております子育て支援事業を通じまして、多世代利用が促進されたとのことでございます。続きまして、施設管理状況の5、トラブル対応、防犯、防災対策状況につきましてはご覧の通りでございます。次に3ページをお願いいたします。施設管理状況の6、利用者要望の把握状況および実施策では、会館利用者を対象といたしましたアンケートを実施されており、運営面、設備面とも満足という回答が多い中ではありますが、トイレの狭さや駐車場、駐輪場の混雑への不満も寄せられております。なお、これまでの実施策についてはご覧の通りでございますが、男子トイレの悪臭対策については一定の効果が上がっているものと分析されております。続きまして、その下、表の真ん中の欄でございますが、サービス向上の取り組み内容につきましては、職員の接遇マナー向上や円滑な窓口対応、問い合わせ対応能力の向上に取り組まれているところでございます。次に、その下の欄、管理経費縮減の具体策と結果につきましては、照明点灯時間の短縮や冷暖房機の使用時間の短縮などに取り組まれているところでございます。4ページをお願いいたします。管理能力、職員研修計画と実施状況については記載の通りでございます。次に、個人情報保護措置と実施状況、並びにその下の欄、情報公開対応と実施状況については、宇治市社会福祉協議会の規定等に基づき適切に対応されているところでございます。
次に5ページをお願いいたします。括弧に平成27年度の施設利用状況報告でございますが、まず会館利用者数につきましては施設全体で 74,493 人、前年度比 6.1% の減となっております。また下の表の貸し館状況につきましては施設全体で延べ 4,399 団体の利用があり、前年度より 1.4% の減となっております。続きまして6ページをお願いいたします。括弧3、平成27年度の管理経費収支状況報告でございます。収入合計および支出合計は予定金額 2,600-24,000 に対し、実績は 2,496,600 となっております。最後に7ページと8ページでは、括弧4、平成27年度の事業実施状況報告および事業収支状況報告につきまして、指定管理者において実施されております老人福祉センターサークル支援事業の状況を記載されております。以上、簡単ではございますが平成27年度宇治市総合福祉会館の指定管理者事業報告とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。これが最後でございます。山田議員、まず一番最初にお聞きしたいんですけども、昨年までね、これ報告が経年5年間の報告で上がってきてたんですけども、今年からこれ報告の方法を変えたのはなぜなんでしょうか。沢田君、指定管理者の指定期間が平成27年度から32年までの5年間ということで、今回その指定期間のにおける初めての報告ということになりますので、関連の分を挙げさせていただいているところでございまして、これまでもそういうルールといいますか、基準でもって報告をさせていただいております。山崎議員。はい、それは分かりました。そして管理者自体は変わってるんですか。川田副部長。平成27年度につきましては、それまでと同じように、社会福祉協議会の方に、を管理者として指定しております。山田議員、一定ルールを持ってやっておられるということで、あれなんですけどね、まあ、いきなりこう報告が今年が最初で、5年間の指定管理の契約なんでということで、まあ、昨年度対比しかわからないというようなことでね、ちょっと見てて思ったんですけど、これ指定管理の管理者が変わってないんだったら別にまあ、ルールはあるとは思いますけども、どうなんかなという気もします。じゃないといきなりね、バッと形式が変わったようにも見えますので、そのあたりまた言ってルールあるんで、市もそのルールに基づいて報告出してくださいというようなことだと思いますので、まあ、分かれるんですけども、もう、まあ、また考えていただけたらなということを思います。他に浅井委員、この総合福祉会館ですね、まあ、できてからだいぶ歴史もだいぶ経つんですけどもね、利用状況ですね、まあ、この今の、施設利用状況の報告を見れば、その昨年度との増減でいけばわずかもうマイナスというところが多いんですけれどもね、実際問題としてはもうほぼ満杯というかね、その貸し出し状況ですね、まあ、満杯状況に近い、もうほぼ限界に来ていると思うんですがね、それで、まあ、その1階部分のね、そのまあ、二足制にするか一足制にするかっていうことも以前からありますが、1階部分、まあ、非常に手狭ですわね。で、まあ、利用する人たちにとってももう少し1階部分こう広くならないかというようなことがよく言われますが、そういった施設全体のね、全体について何かこう色と考えていく方向っていうか、なんかそんな議論はないんでしょうか。沢田副部長。総合福祉会館につきましては、
多くの方が利用していただいている施設ではございます。で短期的な対応とですね、中長期の対応と、分けて考える必要はあるとは思いますが、短期的にはいろいろ、老朽化も、しておりますので、いろんなところが傷んだものをどのように直していくかというような側面で、検討は必要だと思いますし、また中長期的には、今の建物を、今日もしくは将来的に考えたときに、どういう機能を持たせていくのかというような側面も含めて、検討していく必要があるというふうに思っております。で現在ですね、公共施設と総合管理計画の作成作業も始まっておりますし、そうしたものとの整合なども視野に入れながら、担当者としては検討していきたいなというふうに考えております。浅井委員。公共施設維持管理と公共施設と維持管理計画がいつも出てくるんですけどね、この施設に限らず老朽化してきているその建物についてね、いろいろと質問すれば必ずそれが返ってくるんですね。それまで待ってくれとということが返ってくるんですよね。分からんでもないんですけどね、なんていうか、管理計画の場合は、ようやくその基本方針が出てきてですね、それから各変化に返していくという形になっていきますから、そこで相当長期にわたるね、いろんな議論が出てくると思うんですね。だからもう2年3年4年とか5年とかっていうスパンでなかなかね見えてこないものになってくると思うんですね。で総合福祉会館の場合も抜本的な改修となればね、そういう形で維持管理計画の中で議論していかないといけないと思うんですがね、もう少し、今中長期的っていうか、中期的って言いますかね、短期的中期的な感じでね、例えばね、中庭ってありますよね。中庭をね、そこを活用していくっていうようなこととかですね、今の建物そのものはね、もう抜本的な改修は今すぐ無理かと思うんですがね、部分的にできるところ、そういうところをちょっと、少し1階のスペースを広くしていくとかですね、もう少しその、以前から言われておりますがね、お客さんが来た時の社協の、ね、応接室的なものが非常に今少ないというかね、そういうこともありますしね、そういうようなところなんか、そういうようなことを含めてね、もう少し短期的中期的にね、何かできることを考えてほしいなというふうに思うんですが、それどういう考えですか。沢田副部長。大きな計画としましては、公共施設と総合管理計画という計画を現在策定に向けて取り組んでいるところでございますので、その計画との整合を図るということは念頭には置いていく必要があると思いますが、担当課としては社会福祉協議会等ともですね、いろんな場所でいろんなところで、情報共有しながら、どういう施設がどういう施設の改修が良いのか等ですね、協議を重ねたいというふうに考えております。浅井委員。公共施設等維持管理計画その整合性ということはね、それはそれで分かりますがね、とにかくね、短期的中期的にね、やっぱり、整合性を図りながらもね、短期的中期的に、できるところはないかということをまたぜひですね、社協の方と十分にまた相談していきながらね、できることがあればぜひ取り組んでいただきたいということを要望します。他に宮本委員。浅井委員も今伝えたわけですけどね、手玉なということも発揮しますよね。私なんかもう相談に行きましてもね、いろんな市民の方しゃべる相談行くわけですけども、相談室もないわけですよね。ロビーのところでね、パーテーションのようなね仕切ってね、相談を来るということでしょ。で事務室の中に立って、机の間を縫うようにしていかないでしょ。今あの事務室ですね、ここにはいわゆる管理施設管理の状況ということでね、職員の配置状況として、
体育館の管理としては4名だと、導入部センターの管理部門として2名だというふうに書いてあるんですけどね、まあ、そこは先ほど事務局もあるわけですから、あの1階の例えば事務局というふうにね、今何人机があるんですか、何人分の机がありますか、できた当時は何人分の机ですか。川田副部長、ご質問の、机の数につきましては、現在の机の数につきましては把握を、いたしておりません。でまた、会館当初の数につきましても把握はいたしておりません。宮本委員、まあ、今すぐにはね、あの資料がないか分からへん方の仕方ないんですけどね、一遍資料で出してくださいよ。で建物の一つも変わってないわけですよ。でその当時の社協の運営の規模と事業規模でね、施設の事務所を作ってきたわけですよ。ところがね、今では社協でやる業務も増えてきたわけですから、彼の職員の方ね、配置されてるわけでしょ。それもね、やっぱりこう実際に あなた方データ的に見てね、どうなってるのかということでやっぱり考えていかんとあかんと思うんですよ。町内でしたら一人当たりの職員の、専用スペースを元にしながら職場の配置決めていってるでしょ。そうですよね。というところはやっていくわけで、これはね、昨日今日出た話じゃないんですよ。私も何年も前からこれ言ってますよ。だけども、今限られた中で改善してるって、何か改善したことあるんですか。何が改善されました。川田副部長、施設改修等で根本的に課題を解決するというのはなかなか現状では難しい、状況でございまして、先ほどの、相談室につきましても、先ほどの方で、パーテーションをで区切ったりとかですね、いろんな、工夫でもって、また、今既存 の部屋を、使いますというような空いているか使いますというようなことも含めてですね、運用面で、いろいろ工夫をしていただけるというのが状況、今の現状でございます。宮本委員、市役所の庁舎だったらね、実際もどうしても手狭になってきたらね、緊急避難的にそれこそプレハブなんかを作ったりしてね、事務スペースを確保しましたよ。私は社協の事務室がもう限界を超えてると思いますよ。ちょっと狭いぐらいの話で私はないと思うんですけど、私も時々行きますけどね。ですからその対応ね、やっぱり施設設置者である市が考えんかったらね、その社協の方でそんなことは考えられないんですよ。であなた方は言うと、公共施設整備計画の中で考えていくという話をするわけやけどね、そんなんではダメじゃないですか。この計画だって10年から30年にかけての計画ですからね、今は緊急に困ってるわけですから、その対応はね、まあ部長も副部長も新しく変わられたわけですから、ちょっと現場行ってね、状況を見て、でやっぱり改善できること、行政の責任においてね、市の責任で改善できることは改善していくべきだと思いますよ。そんなん机が通っててお尻が連れ合うような事務室って町内にないですよ、そんなとこは。だからぜひね、そのことは考えてくださいな。それでも公共施設整備計画の中で考えるということですか。吉川部長、先日ですね、具体的に事務局と共有をさせていただいておりまして、いろんなさまざまなご意見もいただいておりますので、そういった中でですね、我々として何ができるのかですね、当然職場の勤務環境とかいうことも大事なことでございますので、そういったことも含めてですね、努力をしてもらいたいというふうに考えております。ぜひそれね、やってください。我々ももちろんそこで働いている職員の労働環境ですね、職場環境の改善は大事も大事ですけどね、同時にね、相談に行った時にね、相談する場所がないんですよ。立って話をしたり、ちょっとパーティションの間に入っていってね、いろんな相談をせなあかんんですよ。暮らしの資金だとか、今市もほとんど向こうに事業をね、
お願いしてるわけですから、まあ、そういう込み入った話なんかもいっぱいするわけですよね。そういう相談する場所もないというのはね、やっぱりふさわしくないと思いますのでね、ぜひ公共施設を公共施設管理計画のね、計画の中でというようなことは言わずに、それはそれで考えてもらったらいいですけど、今緊急的に避難せ解決さなきゃ問題が今社協の問題も地元のスペースの問題が出されてるわけですからね、まあ、ぜひやっていただきたいというふうに思います。資料だけ先ほど言ったことを申し上げました。資料の方ですけれども、現在の配置図がございませんので、これから作ります関係上少し時間をいただくということと、精度の高いものはちょっと申し訳ございませんけれども、用意できないと思いますので、はい、出せるものを出させていただきたいと思います。他に内容ですから質疑はこれで終了し、本件は打ち切らせていただきます。次に日程代さん、地域子育て支援拠点事業の実施の件を議題といたします。当局の説明を戻ります。新上副課長。はい、それでは日程代さん、地域子育て支援拠点事業の実施についてにつきまして、お手元の資料に基づきましてご説明申し上げます。資料の1ページをご覧ください。見出しの1、地域子育て支援拠点事業の概要でございます。本事業は乳幼児及びその保護者が相互の交流を行うことができる場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言、その他の援助を行う事業でございまして、現在下表の通り市内7カ所で実施しております。今回募集を行います西小倉地域につきましては、平成27年度におきまして西小倉コミュニティセンターを実施場所として委託事業者を募集し、事業を実施したところではございますが、平成27年度末をもちまして一旦事業が終了いたしましたことから、平成28年度におきまして新たに事業を実施するため事業者の募集を行うものでございます。1ページの表でございますが、左端に番号を打っておりますが、1から7につきましてはすでに事業を実施しているところでございまして、一番下の8番太枠で囲いをしております部分が今回の募集部分でございます。なお今回の募集につきましては実施場所の提案も含めて事業者の公募を行う予定といたしております。資料をおめくりいただきまして2ページをご覧ください。見出しの2、地域子育て支援拠点事業委託事業者の募集についてでございます。まず括弧1、応募資格でございますが、平成28年6月1日現在におきまして次のいずれかに該当する団体であることといたしまして、1、本市において保育所、幼稚園、認定こども園のいずれかを経営する社会福祉法人または学校法人、2といたしまして、主たる事務所を本市に置き、乳幼児を対象とした子育て支援事業の実績を有する特定非営利活動法人とを、対象といたしております。次に括弧2、募集地域でございますが、西小倉中学校区における本事業の対象家庭に事業効果があると見込まれる地域としております。次に括弧3、事業実施場所でございますが、地域子育て支援拠点事業にふさわしい実施場所として事業者が所有または安定的に賃貸契約を行う場所として提案を求めるものでございます。次に括弧4、事業実施日と過去後事業実施時間でございますが、国の基準に基づき週3日から4日、1日5時間以上の開設を条件といたしております。次に括弧6、出張広場でございますが、今年度から新たに先ほどの括弧3から括弧5に加え国の基準に基づいて括弧の3で提案いただく事業実施場所とは別にコミュニティセンターや集会所など地域内の公共施設等を活用して週1日から2日かつ1日5時間以上の事業実施を求めるものとしております。最後に括弧7、選考方向でございますが、昨年度の募集の際と同様に宇治市地域子育て支援拠点事業委託事業者選考委員会により選考を行い、
市が事業者を決定する予定でございます。続きまして見出しの3、事業スケジュールでございます。募集要項の配布は本日6月20日月曜日の発送を予定しておりまして、事業者を対象とした説明会を6月24日金曜日に開催する予定でございます。また応募書類の提出期間につきましては、6月24日金曜日から7月4日月曜日までといたしており、選考委員会での選考作業を経まして、事業者の決定を7月下旬に予定いたしております。最後に事業開始でございますが、事業者が決定後開設準備が整い次第速やかに開始してまいりたいと考えております。次に3ページでございますが、3ページは現在市内で開設いたしております地域子育て支援拠点事業の位置図をお示ししておりまして、地図の中ほど左側網掛けで囲いをしております部分が今回の募集地域を表しております。なお4ページ以降につきましては今回の募集にかかる募集要項となっておりますのでご覧おき願います。以上簡単ではございますが地域子育て支援拠点事業の実施についてのご報告とさせていただきます。これより質疑を行います。中村委員、よろしくお願いします。昨年度途中からこの事業を行われていたと思うんですけども、昨年のその効果っていうのを教えていただけますか。田岡長、昨年度コミュニティセンターの方を市の方で、お借りする中で、委託事業者の方を募集して、事業を実施してまいったわけでございますが、コミュニティセンターの方で、実施させていただいた結果、来館者またコミュニティ推進協議会の方の役員さんからはですね、子育て中の親子連れの方がコミュニティセンターに来館されるということで、非常に活気があったというようなご意見をいただいておるところでございます。また利用者が週3日の開設にもかかわらずですね、また年度途中からの開始であったということにもかかわらず、1日で約平均しますと30名程度のご参加があったということからもですね、他の拠点のと同等の利用数ということもございましたので、非常に人数が高かったというふうにも受け止めておるところでございます。以上でございます。中村委員、今回また西小倉の方でなさるということで、ここが事業拠点としてはふさわしいというふうに考えておられると思うんですけども、この西小倉 の独自の課題というのはどういったものかというふうに考えておられるんでしょうか。北岡長、まず課題、地域全体の課題といたしましては、まずこの地域子育て支援拠点事業がですね、市内中学校区に1か所の開設ということをまず目指しておりまして、今空白校区といいますか、西小倉中学校区また西宇治中学校区がまだ設置できていない1か所となっております。そういったことから、子ども福祉課といたしましても西小倉地域での開設を早く急ぎたいということから、昨年度コミュニティセンターでの年度途中からの実施とさせていただいたところではございます。また課題といたしましては、昨年度コミュニティセンターを使わせていただくことで、先ほど申し上げたような評価一定成果があった部分も見えたところではございますけれども、子ども福祉課といたしましては今後やはり週4日の開設、また他の拠点では週5日を開設しております拠点も多くございますことから、今後この西小倉地域でのこの事業展開につきましても開設日数の増加ということも視野に入れております。こういったことからコミュニティセンターでの事業実施、一定評価いただいているところはありますものの、課題も今回お借りしていく中で、見つかりましたことから、今回につきましては、事業実施場所も含めて公募するという手法でご提案させていただいているところでございます。中村委員、この、募集要項を拝見すると、実施日が週3から4ということと、あとそれに加えて公共施設を活用した週1から2、1日5時間以上の出張広場ということなんですけども、これはこの出張広場はこの週3から4の中に含まれているということですか、それとまた別に並行して行われるということですか。田岡長、別に並行して行われるものということでございます。中村委員、そうするとその週3から4やっていながら他でなさるのか、あるいはその週3、4やっておられるのとは別にされるのかというのは、その事業者の判断によるということですか。北岡長、
すみません、説明が不十分でございました。週3、4日、3日から4日、開設していただくことは固定されておりまして、これとは別に、出張広場ということをやりますので、出張広場が開催されるときは、こちらが休んでいるかと言われるが、そうではなくて、こちらをやりながら出張広場もやるということでございます。中村委員。それとあと予算のことをちょっとお聞きしたいんですけども、これを拝見すると委託には月額50万円を支払われるということと、その間とは別に運営費が支払われるということだと思うんですけども、この運営費 の、 この上限、開設準備経費については上限100万までということなんですけども、この開設以外のになった時に運営費というのが払われます。じゃあ、おかえと。はい、今の資料6ページの方に、ご覧いただきますと、応募に際しての留意事項といたしまして、括弧の位置といたしまして、運営費、こちらの国 の、 交付金を受け取りますことから、委託料を支払われているんですけれども、この月額50万円というものが、運営費として計上させていただいております。また括弧の2の方で開設準備経費、これは一時的な費用とお考えいただければ結構かと思うんですけれども、例えば備品の購入であったり、また開設場所を一部こう手を入れる回収する必要があった場合、こういったものに対する経費として、これは1回限りですけれども上限額100万円として設定しているものということでございます。高村委員、月額としては50万円が上限ということというふうに認識してよろしいですか。北岡さん。はい、約50万円ということで、週3から4日開設されることに対してが約40万円、それから出張広場を実施されるということでプラス10万円ということで、ここでの記載としてはそれを合わせた額として月額約50万円と記載させていただいています。中村委員、あとこの1から7のところ、あ、すいません、拠点の1から7のところはどれぐらいの期間で出されているのかちょっと私わからないんですけども、今回はまた9月の29年の3月の末までの事業になっていると思うんですけども、それはもう今年度までで、また来年度については新たに考えられるということです。それとも継続されている。北岡さん。契約期間につきましては、すべての、今現在の7箇所もそうなんですけれども、委託期間としては単年度の契約を結ばせていただいております。で、契約の相手方の事業者さんと、市の方とで、双方で特に、支障がなければ契約を継続すると、改めて契約を結び直すというような形をとっております。で、今回の西小倉でございますけれども、今回は事業実施場所も含めてのご提案をいただきまして、今年度も残念ながら年度途中からの実施とはなりますけれども、今後29年度以降につきましては、特に今回、選考を得まして決まった事業者さんと私どもの方とって特に問題がなければ、29年度以降は他の事業者さん、拠点と同じように継続して西小倉地域での事業展開をお願いしたいというように考えております。中村委員。そして先ほど前年度は30、1回につき30人ぐらいの方がお越しになって効果が現れましたというようなことだったんですけど、その他の分析というような、例えばアンケートなさったりとか、こういう事業が良かったとかっていうのをお聞きになっています。岩田さん。特にですね、具体的には事業どうこうということではないんですけども、特にこの事業によりましてですね、両者同士が仲良くなられて、それがまた地域のつながりに広がっていきましたとか、またそのお子様がですね、いろいろなその事業に参加する中で、また親以外の、大人と触れ合う場が多くなったということで、大変ご好評があったということは聞いております。中村委員。いろんな方お越しになって、で、小倉でいいことが例えば他の地域でしてみたいこともあると思いますので、やはり来られた方 の、 その感想なりはしっかりと受け止める方がいいと思いますし、でどういうふうな方法でその場所を知られたかということも重要になってくると思います。
で今回ずっと小見線でやっておられたのがまた場所の事業場所が変わられるということで今まで来られた方も分からなくなってしまうケースもあるかと思いますのでその辺の広報についてはしっかりと行っていただきますことを要望しております。他にありませんか。浅井委員。そうですね、まあ、西小倉コミュニティセンターで、まあ、やってたわけですが、それを、まあ、今回、まあ場所も含めてですね、新たに、まあ手を挙げる事業者に、まあ、場所の選定も含めて、まあ要請するということに、まあ、なってるんですかね。まあ西小倉コミュニティセンターは確かに我々も、これはやっぱり1年限りすべきじゃないかということをまあ言ってきましたしね、やっぱり長く続けるわけにはいかないと思うんですよね。でそれはまあそれでいいわけですけれどもね、まあ宇治市がね場所を含めてね宇治市が場所を含めてこの場所でそれでやる事業者を募集するというふうにそういう方式を 取らなかったわけですね。でそれは、まあ、いろんな意味があるんではないかと思うんですがね、場所を確保するのは非常に難しいということが一つあるかも分かりませんね。でもう一つはそのお願いする事業者ですね、その本市において保育所、幼稚園、認定こども園のいずれかを経営する社会福祉法人または学校法人ということが一つ大きく書いてますわね。でもう一つは、まあ、実績のあるその、まあ、NPO 法人でも構わないとこういうことで率直に言ってねこの丸2のねNPO 法人の場合ね場所の確保がなかなかまあ、非常に難しいと思いますね。で難しいと思うんですかね。でその辺のところとかじゃあそしたら丸1のねこのいずれかを経営する社会福祉法人ということからいきますとねこの西小倉中学校の校区内にはね学校法人ではまあ3つあるんですわね。学校法人、まあ、幼稚園ですけど3つありますわね。民間の社会福祉法人では1か所ありますわね。そういうところが事業者になればねその施設内で、まあ、やれるということがありますわね。でそういうことを想定されてるのかね想定されているのかその場所の問題が非常に難しいと思うんですね。私はその辺を宇治市が、ね、苦労してねやっぱ場所を確保してあげてでここで やれる事業者はありませんかという感じをね持ってそういう形を取ってほしかったんですけどね場所も含めて事業者にお願いするという格好に、まあ、なりますからねその辺そのじゃあやれる事業者限定されてきはしないかと思ったりするんですがねその場所の問題を含めてね行政としてですねどういうようなことを、まあ、イメージというか想定されているんでしょうか。田岡城はい、まあ、昨年のこ の,、まあ、委員会の方でもその場所の課題につきましてはご意見をいただいておったところでございます。私どもといたしましても例えばこの西小倉中学校区内またはその隣接する地域にですね、そういった、まあ、恒常的に場所を事業を実施するための場所ということが確保できないかというところはこの間、まあ、集会所や他の公共施設も含めまして、まあ、検討してきたところは継続してございますがやはり昨年のこの委員会でもお答えさせていただきましたようになかなか西小倉地域そういった形で、まあ、確保することってことが、まあ、難しかったということがございます。そういったことから今回事業実施場所も含めた形での公募をという手法を取らせていただいております。委員おっしゃいますように確かに中学校区内この西小倉中学校区内には
私立幼稚園さんもございますし、私立の保育園さんも存在しております。ですので、まあ、そういったところのへの、まあ、応募、まあ、応募の声かけといいますか、積極的にこちらからも働きかけも、まあ、していきたいと思っておりますし、また昨年実際にコミュニティセンターでの、まあ、委託いたしました NPO さんだったんですけれども、こちらの方も、まあ、場合によってはその中学校区内で例えば、まあ、空き店舗であるか、もしくはこう空き家、そういった既存の、まあ、施設を、まあ、活用して賃貸などで、まあ、お借りになる上で、事業を実施される、そういったことの提案がいただけたらなということで、今考えているところでございます。大臣、まあ まあ、今おっしゃったね、まあ、私立幼稚園、もありますし、私立保育園もね一箇所ありますしね、そういうところは、まあ、やってやろうということになっていただくと、それはそれでいいと思うんですがね、ただまあ、今までやっておられたね NPO 法人の方がね、やっぱり短期間で終わってしまいましたわね。だからやっぱりそういうところも含めてね、やっぱり、十分にこう事業展開できるようなね、まあ、そういった環境にしていかないといけないと思うんですね。でその辺、まあ多くのところがあって分けていただいたらそれは一番いいと思うんですがね、十分にまあ、その辺はまた見ていきたいと思うんですけれども、十分に、まあ、ニーズは当然高い地域だと思いますしね、我々もいろいろとこういうようなところが西小倉じゃないんですかというお母さんのね、そういうお母さん方のやっぱり声をよく聞くんですね。そういう意味では、まあ、まあまあ今まで小見線でしたけども、まあ、やってましたけどね、ぜひニーズに応えれるような事業にさせていきますように、ぜひその環境づくりといいますかね、条件をぜひ十分に、まあ、いろいろと柔軟に対応していきながらやっていただきたいと思います。まあ、どうもしておきます。他にありませんか。はい、宮本です。その去年のね、場所が、設置場所を確保することが非常に困難でしてね、スタンドも遅れたんですよね。で、まあ、最終的にはコミセンの和室をね、まあ、専用的に、使用するということになりますから、それはねコミセンの設立の趣旨から言ってもね、やっぱりおかしいんじゃないかというようなことも私は言わせていただきましたし、まあ、とりあえず、まあ、今年3月でその事業は一旦中断をし終わってね、新たにということですけども、この施設、1ページありますが、1から7までありますけどね、お店の利用してましたあの2つの和室というのは結構広いスペースなんですけども、1から7の施設ではどれぐらいの規模の場所が必要と、市は考えておりますか。北岡町、今の既存の7カ所 の、まあ、ちょっと若干幅がありますけれども、約40平米から60平米ぐらい の、 あの範囲でこの7カ所それぞれが、まあ、実施場所として、使用しているスペースでございます。また補足になりますけれども、国の方の基準につきましてはおおむね10組ぐらいの親子が、まあ、来場するといいますか、参加して差し支えない程度の広さを確保することというような、まあ、あの表現にはなっているところでございます。宮本、40から60平米のね、広い、スペースというのはね、まあ、西小倉のような住宅地の中ではね確保は非常に難しいんじゃないかと思うんですね。ちなみに、沢田副部長がこの間も言い合ったから自治振興課に市の集会所の基準もあり、吉野商業集会所の基準は58平米という
山本委員。今ね、あの副部長はもうそれでもっと詳しいわけですから、あのパッと答えてくれたんです。60、大体50平米程度でしょ。ですから、その集会所ですね、いわゆる市の集会所に今の基準ぐらいのスペースが必要なんですよ。で西浦の集会所といいますのはね、ご存知のようにね、西浦集会所と大きな集会所がありますけども、まあ、もっと狭いですし、あの住宅地ですから、それだけの学校場所をね、確保するということになったら非常に困難かなというふうに私は思うんですよね。で、あのそれをね、浅井も言ってありますけども、法人に、実施法人にね、自分で探してね、でそこで利用しなさい言うたって、そんなに手を挙げるとこはないんじゃないかというふうに私は思うんですけどね。あなた方は大体そういう5、60平米の、平米のとこですよね、一室ぐらいのところというのは、イメージ湧きますか？北岡城、実際に今その西小倉地域ですね、その空き店舗でありますとか、まあ、空き家とかですね、賃貸物件で、まあ、確かにその物件の大きさそれぞれあろうかとは思いますけれども、40平米ということで、まあ、考えますと、まあ、ざっと20畳強ぐらいというようなイメージですので、まあ、一定そのまあ、小さめのこう空き家とか空き店舗でありましても、ワンフロアでいてそれぐらいの面積が取れる物件はあるのではないかなというふうに、すみません、感覚的なところで申し訳ないですけれども、考えておるところでございます。山本委員ね、あの5、60平米って言いましてもね、あの2階建てねえでね、下に1部屋、2部屋あって、上も部屋あって、足したら60になるっていう、そんなことはならないわけですからね。でそれと合わせて、あのまあ、近くのことですから、車で来ることは、まあ、極力ないとは思いますけどね、自転車で来られたときには、一定の、先ほどのことで言いますと、たくさんの方が、期待されているわけですから、言いましたらね、一定の駐輪場も確保しなければですね、場所は確保できたってね、たくさん来てもらったら、路上にでも自転車を乗る道は行かないですよね、だから非常に困難だと思うんですよ。で私はあの西小倉のね、校区で言いましたら、学校などはね、これはもう全然教育委員会なんかは、こういうことにね、しようというのはね、こう難しいという話をされているんでしょうか、何かそういう規制等があってね、困難なんでしょうか、そういうことは具体的に行政内部ではね、協議をされているんですかね。北岡城。はい、まあ、西小倉中学校区内の小学校、例えば、まあ南小倉小学校でありますとか、候補になってくるかと思うんですけれども、この間の、まあ、教育委員会とも、まあ、協議は、まあ、昨年度からもさせていただいているところでして、ただ、まあ、本事業の実施場所といたしまして、まあ、恒常的に今後、まあ、複数年にわたって事業を展開していく、まあ、週、まあ、今回はまあ3、4日というイメージですけれども、まあ、今後、例えば、まあ、週あたりの日数、まあ、工場に他の拠点と合わせて週5日とかいうことを目標にしていくと、そういったことを考えた際に、教室内部を完全にこの子育て支援 の、 この拠点事業に改修して、事業を実施していくとなりますと、やはり今学校の方ではそういった対象の教室としては厳しいという状況でございますことから、今回についても学校の、まあ、工場的な借用、こういったところについてはまあ、難しいと判断して、事業実施場所も含めての公募提案をいただくという手法を取らせていただいたところでございます。宮本委員、教育委員会は教育委員会でね、地域に開かれた学校だとかね、我々も行きますと、小池さんよく言いますよ、地域に開かれた学校が必要だとかね、学校に来てくださいとかよく言われますけどね、今どういう協議をしているかと聞きましたらね、課長は、そういう教室がないと、教室はないことはないですよ。西小倉なんか1000名近くおった子どもが今300名程度ですから、教室いっぱい空いてますよ。だからそういう教室がないというスペースがないという問題じゃないんじゃないですか。
そんな程度の協議しかしてないんですか。学校の管理運営上の問題とかそんなことがいろいろ言ってるんじゃないですか。ですからね、私はもう少しね踏み込んだ協議をしていく必要があるんじゃないですか。いや、口ではね、枚方学校にしますとたくさん来てくださいと大いにウェルカムですと言いながらね、いざ使うことになったらこういう電話があったら困りますというんやったら話にならないでしょ。だから学校は学校の施設ですよ、もちろん。だけど学校運営上極めてね解決せなあかん課題があるんやったらまたそれは解決したらいいですけどね。今の話、いや空いてる教室が工場で使う教室がありませんなんかという話でね、福祉もあそうですかというのはあまりにもあまりじゃないですか。で、いやいや教育委員会の福祉の方もね、まあ、そういうことを学校施設に求めている考えはないんだというんだったら私はないんだと言ってもらったらいいんですよ。それはどうなんですか。星川部長、はい、今回ですね、その教育部局ともさまざま議論をしてきた中でですね、まあ、今回どうしてもこの時期に公募するという形の中ではスケジュール的には協議が整わなかったというようなことの要因も、まあ、ございますので、まあ、今回はこういう形で募集させていただきながらですね、その様子を見ながら協議は引き続きやっぱり検討していく必要があるのかなというふうに考えておりますし、福祉部門として学校のこのそういう事業のですね、場所についてのありがたいについて全く諦めたということではございませんので、今後も教育とは協議は重ねていきたいというふうに考えております。宮本委員、まあ、時間がないんでね、6月1日今はもう公募かけてるわけですから、そうですけどね、これ西浦でね、そういう施設の場所の確保の問題、去年からの話なんですよ。これにわかの話じゃないですからね、もう1年以上こんなもしてないことじゃなくて、まあ、大変だと思いますけどね、そこはやっぱりね、宇治市福祉の部門でね、一体どう考えるのかということがないとね、それは、教育委員会だったって行政財産ですから、そんな教育施設ですからね、もう自分のところで管理してたらいいというもんで、まあそんな煩わしいと思ってるかどうか知りませんけどね、まあできることやったら自分のところで使いたいというものはそれは嘘だと思いますよ。だけども運は宇治市がやっぱりきちっと保守を持てばね、そのあなたことパイロット授業や言うて小倉小学校にデイサービスセンター作ることじゃないですか。子供が出入りするの大変やねって言ったけど、車も今順位出入りしてねやってるじゃないですか。だからそういうことはね、私はやっぱり教育福祉の部門として本当に場所がないんだったらそういうとこも必要だということを思うんで、協議をするかどうかですよ。だからちょっと貸してくれへんかいって言ったら、いやもうちょっといっぱい詰まってますわっていう話で終わってしまいますよ。だからそれはね、それは福祉の部門だけでね、教育委員会は教育の考え方あるわけですから、うまくマッチングせんかも分かりませんよ。だけどやっぱり真剣に考えていけんかったらね、お互いに言ってることがね、学校開放だと言ってるけどもね、いざ具体的な話になったらね、あまり深まったようなことも私らは報告では聞かれへんと、なんかそんな程度の教育かということになってしまうんでね、それはちょっと真剣にやっていただきたいと思うんです。それとね、例えばこれ法人、社会不自由な学校法人って言ってますけどね、そういう法人が自らの施設を利用してやった場合については、それはどうなんです。そういう法人が空き店舗を借りたりでやった場合については借地、借家料、ね、賃料が出ますから、それは運営として見ますよね。自分のところの分やったらそれはやっぱり自分のところの分で空いていても、それは、賃料というのが発生するという考え方なんですか。いや、なぜ聞くかってましたら、この間ね、東京の増田さんが自分の家を44万で事務所に貸してたことがありましたからね。だからこういう場合はどうなるのかなと思ってちょっとお伺いしたいと思います。はい、今委員のご質問がありました、自己所有の、まあ、部屋を使ってのこの事業実施、これについては賃料は補助ということにはならないということで、既存の7カ所の中にも、保育園さんであったり認定こども園さんの施設の中で一室をこの事業に、実施されているところもございますが、そういったところでも賃料の補助としては致しておりませんので、同じ考えでございます。宮本委員、それとね、この募集要項も
公募して、説明会がおねぎ業界に開かれていることですから、こういうことだと思うんですけども、募集地域がね、西浦中学校区における本事業の対象家庭に有用効果が見込まれた地域ということでしょ。これ西浦中学校区でやるんですね。ね、これ、中学校でやりたいから、西浦中学と、西有事か、ないから、西浦か西有事か、ないからやるということなんですか。これなんで西浦地域で、事業したらダメなんですか。西浦中学校で限定します。田岡長、今委員おっしゃいましたが、西小倉中学校区、今回は西小倉中学校区を今回公募地域の対象エリアとしております。ただし西小倉中学校区内の、物件事業の実施場所でなくともですね、西小倉中学校のすぐ、隣接している地域、この辺りも西小倉中学校区に事業の効果があると見込まれると、そういう考え方でこういう表現とさせていただいております。でまた一方ですね、空白でまだ設置できていない校区が、先ほど私西小倉中学校区と西有事中学校区と申し上げました。今回の公募でもって両校区にで設置が終わるという考えではございませんで、西有事中学校区についてはこの事業がなされた後も引き続き空白校区となりますので、29年度以降ですね、西宇治中学校区についての事業実施ということは検討してまいりたいと考えております。宮本委員、それぞれの、ね、地域での特性があるんですよね。ですから西村地域で言いますとね、小学校は3つありますけどね、中学校校区はね、3分の1が北宇治中学校校区なんですよ。ですからね、あまりこう細かくね、中学校区じゃなくて、その便的なね、生活圏の中でね、どう整備してるかという考え方が立った方がいいかなと思うんですね。小見線は西浦中学校区でないでしょ、知ってるでしょだからね、その地域でやっていった方がね、でその施設なんかもそういうふうにした方がね、エリアが広がってね、可能性は追加できるんちゃうかなというふうに私は思うんですけどね。利用するのは別にいいんでしょ、ダメなんですわ。ただ場所がそういうことになるだけという考え方なんですね。田岡長、はい、あくまでも主たるその対象地域としておりますことですので、そのご参加いただけないであるとか、そういった制約があるものではございません。宮本委員、時間があれですからね、そういうことでぜひいい場所をね、確保して、実施していただきたいんですけどね、私はここの、施設の事業のね、性格付けの問題もあるんですけどね、確かに、小さい子供さんがね、親保護者の方の交流なんかもできてくるわけですよ。こういうことであればそこに行くことによってね、結構、少子化になっているわけですから、隣近所には、小さい子供さんいないけども、そこに行けばお互いに交流ができたりということがあってね、首都圏なんかで行きますと結構こういう、こちらで広場の事業なんかは、ね、大規模にやっておられるんですよ。それこそ駅前のビルのワンフロア全部借りてね、それこそ雨天の時なんかも遊べるような形で、これというような規模もありました。ですからそこでは彼の機能がありましてね、単に交流だけではなくて、専門的な職員のスタッフなんかも配置をして、いろいろ行政のからの情報発信もするし、相談業務を乗れるとかね、私はそういうことをね、やっぱり目指していくようなね、ことをやっぱり考えていくべきではないかなというふうに思うんですけども、この事業そのものはね、とりあえず中学校にまずそういう場所を作っていこうということなんでしょうか。何かそういう、市としてはね、こういう事業をこういう方向に目指していこうという思いを持っておられるということがあるんやったら聞かせてください。北岡町、はい、この地域子育て支援拠点事業につきましては繰り返しになりますが、今計画といたしましては全中学校区に1箇所の開設を目標として、進めさせていただいているところでございます。
また一方ですね、子ども子育て支援新制度に伴いまして、利用者支援事業ということが、新しい事業として、謳われております。でこの利用者支援事業、現在は私ども今市役所の1階のこのロビーで、来庁者子育て支援コーナーとして実施させていただいております。ところが1箇所として市として実施しているところではございますけれども、今後この利用者支援事業というものは、国も子育て支援の制度がいろいろこう多種多岐に分かれておりまして、いろんなその子育て中のご家庭の相談や、また関係機関につなぐといった、そういった機能を持った事業でございますので、例えばですけれども、今後この子育て支援拠点市内に9カ所目10カ所目ときちっと整備が進んでいく中でですね、そういった機能も例えばそこに付加していくとか、こういったことも含めて、また子ども子育て会議の委員さんのご意見等も聞きながらですね、進めてまいりたいというふうに考えております。宮本石田委員、皆さんからご意見が出てますので、少し聞かせていただきたいんですけど、前回の時にかなり苦労をされて最終的にダメだってお店ということで、なんでお店なんだっていう、先ほどもお話もありましたけど、そういう形になったんで、今年度ということなんですけども、変なこと聞けますけど、これほとんどほぼある程度の目処をつけて今年度入ってこられたんじゃないんですかね。それとも全くまた改めて白紙からスタートして今年度これ募集するんでしょうか。これ市としてはやっぱり前回にあんだけ苦労されたんだから、今年今回は少しくらい目処を立ててちょっとスタートしてみましょうかっていうのはなかったんですか。北岡町、はい、確かに昨年度、西小倉地域でなかなかその事業実施場所が市として確保できないという中で、事業の方を実施させていただきましたのは、今言いおっしゃったところでございますが、こちらの方も、その実際に西小倉コミセンでの事業実施を実際にしてみてですね、どれぐらいのこうご利用の方ニーズがあるのか、また実際にやってみてどのような課題があるのかというところは、事業を実施していただいた法人さん、また事業を実施進めていく中で、西小倉コミセンの推進協の役員さん等とも少しご意見等をお伺いしながら、この間事業の進め方を見たところでございます。ただやはりこの今後一定のニーズはあると判断したところまではあったんですけれども、コミセンでの事業継続はやはり難しいということから、こちらの今回の事業実施場所も含めてのご提案をいただくという手法を取らせていただいたということでございますので、ご理解いただきたいと存じます。西田委員、苦しいと思いますけれども、ただ先ほども言われたように1日30名程度の利用がありますよということを言われているので、やはりこれは利用される方が多いという見方でしょうし、やはり国基準の10組程度というよりも多いような感じがするんでね、どうしてもやっぱり必要だと感じておられるんだから、2年続きで、やっぱ無理でしたわという話にはならないようにね、やっぱ皆さんもその市としても、もっと前向きみたいな言い方おかしいですけど、全力でちょっと事業者に対してもいろんな形でフォローしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。他に関西宮本委員のやり取りの中で少しも効果いただいているかも分かりませんがね、募集地域ですがね、この地図で網掛けしている部分がありますわね。網掛けでこの部分は確かに西小倉地区はこのホークよりも少し広がってますわね。この網掛けしている部分ね、広がってますわね。広がってますけれども、北宇治中はこのホークに全て入ります。例えば蓮池とかね、蓮池全て入ってませんわね、これこの網掛けの部分の中にはね。それから西浦でも広範囲にまだ入ってないとか、堀池地域も入ってないですわね。通称西小倉地域と言われているところですけども、中学校区で言えば北宇治中学校の校区になりますけれどもね。しかしそう言いながらも、厳密に言えばこの網掛け部分というのは西小倉中学校の校区にちょっと少し拡大してますわね、少しね。その辺は近くであれば構わないというようなことだと思うんですがね。それとか不動八幡宇治線ね、不動八幡宇治線よりも少し南側も網掛けしてますわね。これは西宇治地域ですわね、これはね。西宇治中学校の校区ですわね。でこれは色と意味があるんでしょうね。そういうところでも構わないと
あの西宇治中和湖の校区で適当な物件があればあのそれでも構わないということを意味してるんですがね、多分ね、だと思うんですがね、例えばこの蓮池とか、これごっそり、まあ、網掛けされてないんですけどね、こういうと、もし仮にこういうところで適当な場所がね見つかった場合は柔軟に判断されていくんですかね。北岡町、はい、確かに3ページにお示ししております、この網掛けの表は、まあ、西小倉中学校区を、まあ、あの基本的に各にましながら周辺こうふわっとした形に書かせていただいております。あの先ほどのご答弁にもさせていただきましたように、西小倉中学校区内の物件でなければならないという制約ではございませんので、あの西小倉中学校区に、まあ、効果があると見込まれるものでありましたら、物件でありましたら、あの事業の実施場所としてはご提案としてはいただけると受け付けるということでございます。浅井委員、あの、まあ、それで分かりますけどね、あの例えば蓮池地域ですね、これ蓮池地域、全くもってこれかかってないんですね。でその蓮池地域がね、まあ、これも西小倉地域ですわね、あの事業効果があると、見れば、まあこの辺までは含めて、まあ、考えてもよかろうということを、そういう、まあ、幅があるんですか。北岡町、あの、まあ、あるかないかで申し上げますと、まあ、あの事業効果は、まあ、あるというふうには考えられると思います。ただの、まあ、今回、まあ、いくつかの例えば法人さんからあのご提案をいただく中で、事業実施場所につきましても、まあ、西小倉中学校区内の物件なのか、もしくは西小倉中学校区からは少し離れた物件なのか、こういったことも含めて総合的にこの事業効果があると見込まれるこの法人さん、事業実施場所も含めてご提案いただいた中で、まあ、選考作業の方といいますか、選考委員会の方のご意見も踏まえて事業者を決定していきたいというふうに考えております。休憩で引き続き委員会を再開いたします。次に日程第4、平成27年度宇治市西小倉ほか各地域福祉センターの指定管理者事業報告の4件を一括して議題といたします。当局の説明でございます。矢部副課長。はい、ただいま議題となりました日程第4、平成27年度宇治市西小倉東宇治広野牧島の各地域福祉センターの指定管理者事業報告につきましてご説明申し上げます。それでは西小倉地域福祉センターのご報告を申し上げます。1ページをお願いいたします。この施設は一般財団法人宇治市福祉サービス公社を指定管理者としております。まず管理運営の方針と結果につきましては、地域に根ざした福祉活動の拠点、地域福祉活動の交流の場、市民のニーズに合った施設、安全で安心な施設の4点を
運営方針として掲げて管理運営を行われ、その結果28の登録団体の活動拠点として会場の提供されたほか、地域の保育園、小学校、中学校、高校等から園児、学生の受け入れを行い、世代間の交流が行われたところでございます。次に施設の平等利用の考え方と実施した対策につきましては、地域福祉センターは常に利用者に開かれたものとし、公平な運営に努められたところでございます。次に1利用拡大の取り組み結果、2ページに移りまして、2広報実施結果、3職員配置状況につきましてはご覧おき願います。次に4地域関係機関、団体、登録団体等との連携結果につきましては、西小倉地域福祉祭りの共催のほか、各種団体が開催する定例会やイベント等に参加して連携の強化を図られたところでございます。3ページをお願いいたします。5トラブル対応、防犯、防災対策状況につきましてはご覧おき願います。次に6利用者要望の把握状況及び実施策につきましては、利用者と積極的にコミュニケーションを図る中で、センターへの要望はもとより生活全般の困りごとなども伺い、必要に応じて地域包括支援センターなどと連携をして対応をされたところでございます。次にサービス向上取り組み内容につきましては、センターの広報と市民交流の場としてコミュニティカフェを開催され、来場者へのアンケート調査を実施し、地域福祉センターへの要望などの把握に努められたところでございます。4ページをお願いいたします。管理経費縮減の具体策と結果につきましては、電気代およびガス代におきまして26年度比で減少となったところでございます。次に職員研修計画と実施状況につきましてはご覧おき願います。次に個人情報保護措置と実施状況、情報公開対応と実施状況につきましては富士市福祉サービス公社の規定に基づき取り組まれたところでございます。5ページをお願いいたします。施設利用状況でございますが、平成27年度の入館者数は37,768人となっておりまして、地域交流室と研修室以外の利用者数は前年度比で減少いたしました。6ページをお願いいたします。管理経費収支状況報告でございますが、9,206,000円の予定金額に対しまして、実績は8,626,000円でございました。続きまして東宇治地域福祉センターのご報告を申し上げます。1ページをお願いいたします。この施設も一般財団法人宇治市福祉サービス公社を指定管理者としております。まず管理運営の方針と結果につきましては、指定管理者が同じでありますので、先ほどの西小倉地域福祉センターと同様の方針に沿って管理運営が行われたところでございます。次に施設の平等利用の考え方と実施した対策につきましては、実施した対策といたしまして、利用者のルールやマナーについて啓発案内などで周知を図り、全利用者が快適に過ごしていただけるよう配慮されたところでございます。2ページをお願いいたします。1利用拡大の取り組み結果につきましては、10月に東宇治地域福祉センターの集いを、2月にコミュニティカフェを開催し、地域福祉センターを知っていただく機会を設けた結果、平成27年度のデイルームおよび貸し館の利用人数はともに前年度より増加したところでございます。次に2広報実施結果、3職員の配置状況につきましてはご覧おき願います。
3ページをお願いいたします。4、地域関係機関団体登録団体等との連携結果につきましては、保育園児とデイサービス、デイルーム利用者との世代間交流、小学生とデイサービスとの交流会、中学生の介護職場体験等を行われたところでございます。4ページをお願いいたします。5、トラブル対応防犯防災対策状況、6、利用者要望の把握状況及び実施策につきましてはご覧おき願います。次にサービス向上取り組み内容につきましては、電気管理モニターデマンド装置の方を設置したところでございます。次に管理経費縮減の具体策と結果につきましては、光熱水費の各経費の実績におきまして26年度比で増加となったところでございます。5ページをお願いいたします。職員研修計画と実施状況につきましてはご覧おき願います。次に個人情報保護措置と実施状況、情報公開対応と実施状況では宇治市福祉サービス公社の規定に基づき取り組まれたところでございます。6ページをお願いいたします。施設利用状況報告でございますが、平成27年度の入館者数は3万4723人となっておりまして、前年度比でいずれの利用者数も増加いたしました。7ページをお願いいたします。管理経費収支状況報告でございますが、750万8000円の予定金額に対しまして実績は713万1000円でございました。続きまして、広野地域福祉センターのご報告を申し上げます。1ページをお願いいたします。この施設も一般財団法人宇治市福祉サービス公社を指定管理者としております。まず管理運営の方針と結果につきましては、指定管理者が同じでありますので、先ほどの西小倉東宇治地域福祉センターと同様の方針に沿って管理運営が行われました。次に施設の平等利用の考え方と実施した対策につきましては、浴室利用の男女入れ替え時間の遵守やデイルーム内でのテレビの音量や話し声等について他の利用者へ配慮いただくことを周知し、利用者全員が快適に過ごせるよう配慮されたところでございます。次に2ページをお願いいたします。1、利用拡大の取り組み結果、2、広報実施結果、3、職員の配置状況につきましてはご覧おき願います。次に4、地域関係機関団体登録団体等との連携結果につきましては、宇治中学校広野中学校の体験学習、宇治支援学校の作業学習の受け入れや西小倉東宇治の地域福祉センターと同様にコミュニティカフェ及び地域福祉の集いを、開催されました。3ページをお願いいたします。5、トラブル対応防犯防災対策状況、6、利用者要望の把握状況及び実施策、サービス向上取り組み内容につきましてはご覧おき願います。4ページお願いいたします。管理経費縮減の具体策と結果につきましては、電気水道ガス使用量の日常管理に取り組まれました結果、光熱水費の各経費の実績は前年の比でいずれも減少となっております。次に職員研修計画と実施状況につきましてはご覧おきください。次に個人情報保護措置と実施状況、情報公開対応と実施状況につきましては、宇治市福祉サービス公社の規定に基づき取り組まれております。5ページをお願いいたします。施設利用状況報告でございますが、
平成27年度の入館者数は11,452人となっておりまして、料理教室以外の利用者数は前年度比で増加いたしました。6ページをお願いいたします。管理経費収支状況報告でございますが、593万円の予定金額に対しまして実績は620万円でございました。最後に牧島地域福祉センターのご報告を申し上げます。1ページをお願いいたします。この施設は社会福祉法人山城福祉会を指定管理者としております。まず管理運営の方針と結果につきましては、高齢者障害者への福祉増進、地域の交流、福祉意識の高揚、また社会参加の機会の創出、利用者の意見を反映したサービスの向上、安全かつ効率的な管理運営を運営方針として掲げ管理運営をされたところでございます。次に施設の平等利用の考え方と実施した施策につきましては、施設利用のルールを守らず他の利用者に迷惑のかかる恐れがある方へは丁寧に説明し理解を求め、すべての利用者が快適に利用できるよう努められたところでございます。次に1利用拡大の取り組み結果、2広報実施結果、2ページに移りまして、3職員配置状況につきましてはご覧おき願います。次に4地域関係機関団体登録団体等との連携結果につきましては、牧島福祉の園、宇治川福祉の園の活動を通じて連携を取られ、さまざまな行事に取り組まれたところでございます。次に5トラブル対応防犯防災対策状況、6利用者要望の把握状況及び実施策につきましてはご覧おき願います。次にサービス向上取り組み内容につきましては、オゾン発生器による室内の空気清浄とオゾン水での浴室清掃を行い感染症の予防に努められたところでございます。3ページをお願いいたします。管理経費縮減の具体策と結果につきましては、各部屋の適切な温度管理の徹底や浴室利用者への節水を呼びかけるなどにより、光熱水費の各経費の実績におきまして前年度比で減少となったところでございます。次に職員研修計画と実施状況につきましてはご覧おき願います。次に個人情報保護措置と実施状況、情報公開対応と実施状況につきましては山城福祉の会の規定に基づき取り組まれたところでございます。4ページをお願いいたします。施設利用状況報告でございますが、27年度の入館者数は11,483人となっておりまして、前年の比でいずれの利用者数も増加いたしました。5ページをお願いいたします。管理経費収支状況報告でございますが、593万8000円の予定金額に対しまして実績は616万9000円の支出でございました。以上簡単ではございますが、西小倉、東宇治、広野、牧島の各地域福祉センターの事業報告の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。暫時休憩いたします。